ゃあ行きますよ。行きますよ。はい。よいしょできたー。はい、どうも、キジンです。はい、ということでね、今回もマインクラフト 1.18.1 自作モッドの作り方やっていこうかと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、まあ、今回もですね、まあ、前回に引き続き、機能追加のパート2ということでね、まあ、やっていきます。で、まあ、今回なんですけど、まあ、木の形っていうか、まあ、特徴みたいなのを、まあ、設定して、まあ、前回作ったね、桜の苗木から、まあ、しっかり桜の木がね、まあ、生えてくるように、まあ、設定していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、まあ、このシリーズはですね、キジンさんがマインクラフトのモッドの作り方とか、まあ、Java のね、プログラミングについて、まあ、少しずつ勉強した内容を皆さんにわかりやすく伝えていくっていうシリーズになっております。なのでね、何かお気づきの点などありましたら、コメント欄の方で書いていっていただけると、まあ、今後のね、動画どんどん良くなっていくかなと思いますんで、よろしくお願いします。では、今後もね、元の作り方シリーズ、まあ、やっていきますので、まあ、続きも見たいよっていう方、応援してくれる方は、まあ、チャンネル登録、高評価の方、励みになりますんで、よろしくお願いします。ということで、今回ももっと制作楽しんでいきましょう。はい、ということで、ステップ1、木の形を設定しよう。ということで、まあ、やっていきましょう。ということで、まあ、木の形ですね。まあ、多くの木とかだと、なんか2種類ありますよね。ちっちゃいやつができるパティンと、まあ、すごいでかくて、まあ、伐採すんのめんどくさいパティンね、あったりとか。まあ、白樺だと、まあ、普通の高さのやつとか、あとすげえなんか高さが高いやつとかね。まあ、レア白樺とかありますけど。まあ、そういう木の設定ですね。まあ、ちょっとやっていきます。ということで、今回ですね、まあ、最終的に、まあ、桜の木作ったやつをですね、まあ、ワールドに自然生成できるように、まあ、設定していきたいので、ちょっとね、それの布石も兼ねて、まあ、一個ね、クラス作りますと。まあ、ツリーのパッケージね、まあ、前回作ったところに、ニュージャパクラスとしまして、基準、ツリーの弦ですね。まあ、ジェネレートの弦ですね。基準ツリー弦、セッティングスと、まあ、セッティングでいいか。で、まあ、これね、まあ、お気づきの方いると思うんですけど、まあ、鉱石の設定と、まあ、結構似てる部分あるんで、まあ、鉱石のね、生成の方が、まあ、結構理解できた方は、まあ、今回ね、結構簡単かなと思いますんで、鉱石の方もね、まあ、ぜひ見てみてください。ということで、まずですね、まあ、木の形ですね、まあ、設定していくんですけど、まあ、ちょっとね、参考資料ということで、他のね、木の形、どんな感じになってるのかなっていうのを、まあ、ちょっと見ていきましょう。まあ、虫眼鏡のマークから、ツリー、フィーチャーと、まあ、フィーチャー図ですね。で、まあ、ちょっとね、見ていくと、まあ、ここにですね、オーク、まあ、ダークオーク、バーチってこれ、まあ、白樺とか、まあ、アカシアですね。まあ、全部の木のやつがあったりとか、まあ、こっちのね、最後の方の、このファンシーオークですね。まあ、こっちが、まあ、でかい、オークの木の方が、まあ、ファンシーオークで、まあ、さらにね、このビーズってついてるんで、まあ、蜂の巣くっついてる、まあ、でかいオークの木みたいな感じのね、設定とか、まあ、いろいろありますと。で、まあ、このね、まあ、なんか、何種類かで、まあ、このワールドに生成される木が、まあ、設定されておりますよ、みたいな感じになっております。まあ、今回ですね、まあ、ちょっとオークの木を、まあ、ベースにしてちょっと作っていこうかなと思いますんで、まあ、下の方ですね。まあ、クリエイトオークとあります。はい。でもこれ普通のオークの設定なんですけど、オークのね、まあ、原木と、オークの葉っぱと、あとまあ4202と、まあ、謎の数字が並んでいて、イグノアバインズと、まあ、なっておりますと。まあ、とりあえずですね、まあ、ここのベースとなるこの型、はい。クリエイト、ストレートグローブツリーですね。まあ、これをベースにして、まあ、クリエイトオークとかね、まあ、設定されてますんで、まあ、一回これコピーしていきますと。で、まあ、こっちにペーストと。で、まあ、ちょっとね、まあ、引数とか、まあ、こういう、なんかちょっとわかりにくいじゃないですか。なんで、書き直しますと。まず、最初のブロックの引数の名前が、トランクですね。まあ、これ、ミキっていう英語ですね。まあ、原木設定するところですね。で、まあ、次のブロックが、リーブズですね。葉っぱブロックを設定する枠と。で、まあ、次のイントですね。まあ、こっち H にしておきますと。まあ、これ後で解説します。
で、まあ、こっちが、H の A にしておきます。はい。まあ、これも後で解説します。まあ、こっちの3つ目も、H の B ですね。に設定しておきます。まあ、こっちもね、後で解説します。で、最後のイントなんですけど、まあ、これだけ H じゃなくて、L の、ラットにしておきます。まあ、これもね、後で意味わかるかなと思います。ということで、まあ、ちょっとね、赤くなっちゃったんで、書き直していきましょう。まず、シンプルの最初になってるところが、トランクですね。でしておいて、まあ、ここの3つの点のやつを、H と、HA と、HB にしておくと。はい。で、まあ、ここのサンプルのとこは、まあ、葉っぱブロックですね。設定しておいて、で、まあ、ここの赤くなってるやつを、L のラットにしておきますと。で、まあ、こっからですね、まあ、木の形を設定していくんですけど、プライベート、スタティック、ツリーコンフィギュレーションの、ツリーコンフィギュレーションビルダーとしまして、クリエイト、桜ツリーですね。なんで、桜と。はい。まあ、クリエイト桜にしといて、まあ、引数は設定しなくて OK です。で、まあ、リターンでね、上のやつ、上の今作ったメソッドをちょっとベースに作っていきますんで、まあ、クリエイトストレート、ブローブツリーと、まあ、呼び出していきます。で、まあ、ここ引数ですね。まず、トランクの方が、まあ、幹のね、ブロックなので、基人モッドブロックスの、桜ログと。で、こっちも、葉っぱブロックなんで、基人モッドブロックスの、桜リーブスと、設定しておきますと。では次のね、この謎のイント4つですね。解説していくんですけど、まずはですね、まあ、最初のイントが、これベースの高さですね。まあ、H でだいたい察しがついてた方いると思うんですけど、まあ、ベースの高さです。なんで、まあ、基本の何もプラマイされてない高さですね。まあ、今回5にしておきます。はい。まあ、ちょっと多くより若干高めのね、高さにしておきます。で、まあ、そうしまして、次のね、HA ですね。まあ、こちらは、まあ、この5ブロックの高さから何マス足されるブレがあるかみたいな感じですね。なんで、まあ、こちら3にしておきます。まあ、そうすると、まあ、ベースの高さが5なんですけど、ブレがね、3ブロックありますんで、5、6、7、8ブロックの、まあ、桜の木がね、まあ、ランダムに出来上がるよっていう感じになります。次、HB ですね。まあ、こちらですね、まあ、今回0っていう感じに設定するんですけど、まあ、こちらもですね、ブレの範囲の設定なんですよね。まあ、基本が5マスで、まあ、こちら3マスね、まあ、ブレがあって、さらにね、例えばここ4とかしたら、まあ、最大の高さだと、まあ、5マス足す3マス足す4マスで、まあ、12マスの高さの、まあ、桜が出来上がるとかね。まあ、どっちも上ブレなんで、1から3の中で、まあ、ランダムでね、まあ、高さ加算されて、まあ、さらにこっちの B の方で、まあ、1から4まででランダムに、まあ、さらに高さがプラスされるっていう感じになりますんで、まあ、いろいろね、まあ、高さを、まあ、変化させたいっていう方は、まあ、こっちもね、数字入れてみるといいかなと思います。まあ、今回はね、5から8マスで、まあ、ちょっとやっていきたいので、まあ、こんな感じで0にしておきます。まあ、最後のね、イントなんですけど、まあ、こちらね、上のメソッド見てみると、まあ、最初の3つはね、あの、幹の高さの設定なんですけど、まあ、最後の4つ目のイントは、この葉っぱのブロックの後に書いてあるので、まあ、これ葉っぱのね、設定なんですよね。で、まあ、これ何の設定かというと、まあ、葉っぱの、まあ、半径の設定なんですよね。なんで、まあ、L ラドっていうのは、ビーブスのラディアスですね。半径の設定になりますと。で、多くのね、木とかだと、まあ、これ3になってまして、まあ、あの、木のバランス的に3が一番いいのかなってことで、まあ、今回3にしておきます。まあ、あの、葉っぱのね、まあ、横幅広げたいっていう方は、まあ、5とか6とかね、まあ、ちょっと大きめの設定にしてみると、あの木何の木のね、まあ、木みたいのが出来上がりますんで、まあ、ちょっとね、やってみてください。という感じで、まあ、こんな感じでね、木の、
形の設定は OK かなと思います。で、まあ、この形を、まあ、1個のね、データとして、まあ、登録したいので、パブリックの、スタティック、ファイナルとしまして、コンフィグ、コンフィギュアードフィーチャーですね。で、今回は、まあ、ツリーの、まあ、コンフィギュレーションとしまして、まあ、こちらハテナで OK です。名前を、まあ、今回ね、桜の木なんで、桜と言っておきます。で、まあ、これイコール、フィーチャーの、ツリーとしまして、コンフィギュアードクリエイト桜と、ドットビルドとしておきますと。まあ、これでですね、まあ、この下で設定した、まあ、木の、桜の木の形の設定が、まあ、1個のね、コンフィグの、まあ、設定として、1個出来上がったよっていう感じになります。なんでね、まあ、今後は、まあ、こっちのね、桜っていうのを呼び出せば、まあ、こっちの下で設定した形のやつが、まあ、1個のね、構造物として、まあ、ワールドに、まあ、設定されたよっていう感じになります。ということで、まあ、前回作った、桜ツリーグロワーのクラスですね。まあ、こっちにですね、まあ、今回作った、桜の木の形を設定しまして、桜としまして、まあ、これでね、おそらく、まあ、前回作った苗木から、まあ、今回設定した桜の木が、まあ、生えてくるかなっていう感じになります。ということで、まあ、こんな感じで、まあ、木の設定は、まあ、OK かなっていうことで、まあ、ステップ1。木の形を設定しよう。完了です。お疲れ様でした。ということで、まあ、ランチャーの方ですね、開いて、まあ、木の方をちょっと見ていきましょうか。はい、ということで、いつものワールの方にやってまいりました。はい。まあ、こちらはですね、まあ、前回作った桜の木なんですけど、まあ、今回実際にね、苗木を植えると、まあ、でっかい桜の木が出来上がるということで、はい。まあ、ちょっとね、設定しましたんで、見ていきましょう。ということで、まあ、前回ですね、まあ、桜の苗木を植えると、まあ、多くの木だったんですけど、まあ、今回桜がなると。ここら辺取り壊しまして、ちょっと桜のね、木を植えていきましょうか。ということで、ポンと置きまして、いや、いいですよ。じゃあ行きますよ。行きますよ。はい。よいしょできたー、いやー、できた。まあ、ちょっと背高いですね。まあ、多くの木よりね。まあ、ちょっと背が高くてと。まあ、確かにね、観察していきましょう、これ。で、まあ、高さの方がですね、1、2、3マス、4、5、6と。まあ、6マスの高さのね、まあ、木ということで、はい、いいですね。葉っぱの半径の方が、まあ、これ真ん中はね、まあ、カウントしないで、横幅がですね、1、2、3マスとなっております。はい。まあ、ちょっと見やすくね、まあ、こう削りますと、まあ、1、2、3マスと。はい。まあ、全部のね、方角、多分邪魔されなければ、まあ、しっかりね、1、2、3マス、まあ、作れるかなっていう、まあ、葉っぱがね、まあ、出来上がるかなっていう感じになります。まあ、この桜の木に関しては緑じゃないんで、まあ、桜の葉っぱというより花なんですけど、まあ、しっかりね、まあ、桜の、まあ、木がね、まあ、できましたと。いや、いいですね、これ。花見シーズンちょっと終わりかけてますけど、終わりましたけど。いやー、桜の木がついにできましたと。まあ、ちょっと調子に乗ってきたんで、まあ、ここら辺いっぱい生やしときますか。これ植えまして、よいしょ。あ、次ちょっと高いですね。1、2、3、4、5マス。プラス、1、2、3。あ、8マスのやつだ。最大の高さ引いたわ、今。お、すげえ。最大の高さだとこんなでけえんだ。この桜でけえな。いいな。で、まあ他にもね、まあ、高さちょっと変えて、まあ、ここは下2マスでね、まあ、多分木に隠れてるの3マスかなと思うんで、まあ、これ5マスのね、まあ、一番低いタイプのやつですね。こういう感じで、まあ、ちょっと比べてみるとさ、まあ、高さ違うだけでだいぶ雰囲気変わるよね。いいね。はい、ということで今回は木の追加パート2ということでね、まあ、苗木から、まあ、桜のこの木がね、まあ、育てられるようになりました。ということで、
まあ、1.20 を待たずにね、マイクラに桜を実装することに成功しましたと。いや、嬉しいですね、これ。マジ綺麗だもんな。ということで、まあ、次回はですね、まあ、こちらの桜の木をワールドに自然生成させる方法ですね。まあ、ちょっと解説していきますんで、まあ、よろしくお願いします。ということで、まあ、今回の動画ね、お役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価の方、励みになりますんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、まあ、何かね、お気づきの点などありましたら、コメント欄の方でね、書いていっていただけると、今後の動画ね、良くなっていくかなと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、まあ、今回もですね、まあ、いいのが作れたということで、まあ、終わりたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。